バワー、行く。バワー、7失点。炎上系 YouTuber。防御率 8.4。バワーの防御率。青い藤波。どんどん失点伸びていって草。ブランク中ずっと遊んでたやろこれ。アホチン再評価路線来たな。ハメちゃんどうすんのこれ。ハメカスの優勝が遠のいてて草。阪神優勝おめでとう。ハメちゃん現実を知る。もしかしてメジャーって大したことない？なんでやろ明らかおかしいわ。いくらボンピーでもこんなポンポン炎上戦やろ。根本的に何かが変わった。バウナミは当たろう。MLB に藤浪送ったお礼がバウアーと考えると順当か？スレのスピードより失点ペースの方が速くて草。活躍しなかった場合日本語喋れない山川がベンチにいるようなもんだよなこれ。山川を凌駕するバウアー人気。山川がスレ立ててそう。2回投げ切ったし上々やな。こいつバウアーじゃなくてアヘアヘど真ん中変化球投げおじさんやろ。ミセリの再来やな。アホチン、正しかった。スレタイが追いつかないレベルで失点しててくさ。クソサイヤングぜやんけ。バウアーと中日で満たされる2023。凄まじい人気やね。さすがサイヤング投手。首位陥落の上バウアー爆発炎上とか横浜ファン冷えっ冷えやろ。阪神優勝の最後のピースや、藤浪バウアー。ソードセレブレーション封印してなければ無双してたからアホチンが悪い。あれルーティンやったかもしれんな。イチローのバット回しみたいに。ただの YouTuber にしてはようやっとる方や。